さあ、それでは参りましょう。タコ出すスペシャルナイター、続いてはナイツのお二人です。ダルビッシュってね、あの150キロ近い高速スライダーとか投げるじゃないですか。だからやっぱり肘にめちゃくちゃ負担がかかるんですよね。毎回投げるたびにちょっと炎症になったりねしてるんですよね。やっぱり、皆さん分かってますか？投げたことはない。150キロ近い高速スライダー投げるとめちゃくちゃ肘に負担がかかるんですよ。いや、分かってないでしょ。お前もねえだろ。お前だけ投げたことあるみたいに言うな。分かってないでしょ、さ。ダルビッシュの気持ち分かるみたいに言うな。まあ、そんな中ね、メジャーリーグから帰ってきた黒田博樹。黒田さん ね、すごい人気ですよ。ニューヨークヤンキースを裏切ったことは。中学だよ。だってニューヨーク側に立って言ってるでしょ。僕は逆に黒田博樹。黒田博樹じゃないよ。広島男気復帰って言われたでしょ。黒田はすごいですよ。だって20億蹴って4億円。これすごいですよね。すごくないですか？9億円の契約。20億蹴って4億ですよ。分かってたのかよ。20億蹴ったことあるみたいに言うなよ。それ営業断って浅草東洋館出てるみたいな。全然違うもん。札が全然違うもん。そんな中やはり一番好きな球団は巨人軍ということで。そうですよ。私ジャイアンツのことを調べてきちゃいました。出た。花屋さん、もう巨人ファンの皆さんの前でジャイアンツを調べてきた。何で調べたか聞きたいですか？何で調べたか。昨日インターネットのワキペディアで調べてきました。ヤホーって言うと思いました。ワキペディアですよ。今一応知らんけど全然流行ってないですよ。ワキペディア覚えて帰ってくる。ジャイアンツ、正式名称がドクマイジャイアンツ。ドクマイだよ。音楽しないと気持ち悪いから。ドクマイってね、セロリーグに所属しているセリーグだよ。野球チームになりますね。セロリに野菜関係ないですから。ちょっと若い女の子あまりツンとこないかもしれません。ツンとこない。セロリがツンときたみたいになってます。プロ野球には2つのリーグがあります ね。 そうですよね。セロリーグ、セリーグとね、もう一個はパセリーグって言います。パリーグだよ。その子供に切られそうな野菜ばっかり。セロリの方に所属している。セロリの方つっちゃったよ。この巨峰というチームで巨人だよ。野菜なのかブドウなのかわけわかんないから。スーパースターがやっぱりいっぱいいる球団ですね。スーパースターつけるけど、長嶋一茂の父茂雄。周りくどいよ。一茂先に有名になったわけですね。一茂の父茂雄が。長嶋茂雄さんって言ったらわかるから。すごいですよね。そうですよ。ガスターって言われたね。いや、ミスターだわ。ガスターって言われたんですよ。イブスリーみたいになってんじゃねえか。セパーコー3番がね、今でも永久シリマンになっている。ケツマンね。そのケツじゃないんですよ。あの最後ね、引退セレモニーを失楽園球場っていうのが、後楽園球場だろ。よかったんですよ。そんなみだらな球場じゃないですよ。わかんないですよね、後楽園球場ね。昔あったんですよ。大きさが東京ドーム1個分ぐらい。当たり前だろ。当たり前だよ。やりついて東京ドームなんなんでしょう。我が巨人軍は永久に不潔です。いや、不潔だよ。なんで最後ちょっと悪口言って帰ったよ。そしてもう一人のスーパースターがね、王里恵の父、佐田春。やめて。子供から行くのやめて。王佐田春わかるから。愉快なホームランを。いや、世界のだろ。愉快なホームランを狙ってね。京都でキャラじゃないでしょ、ね。すごいですよ、王選手って。王選手ね。だって一本足というハンデにもかかわらず。ハンデじゃない。ハンデじゃない。だいぶ話変わってくるんだろ、そしたら。なんと868本のホームランですよ、世界記録ね。だから四捨五入して約1000本。意味ねえだろ。記録四捨五入しちゃダメだろ。これどこぐらいすごいことか分かります？868本のホームランなんですよ。これだから相手のピッチャーがね、マウンドから投げてくるじゃないですか。でその投げてきた球を芯で打つ。そのぐらいすごいことですよ、ね。そのままだよ。ただのホームランの説明だよ、それ。この二人の OL 時代っていう時代がね、OL だろ。OL 時代という時代が、ね、OL 栄えた時代で、なんと V9 ですからね。9連覇。これ前人無到の大記録ですよ。2頭っていうか、何気にシュガーレスになったんだから。その後入団してきたのが辰徳ね。原さん。今監督やってる辰徳。もうすごいスター。そして守備の名手篠塚。篠塚が入ってきてね。あと助っ人の黒マテ。ね。黒マテが活躍してね、広島のエース北根君を倒した。アミスタじゃねえか。無理やり4文字にしなくていい。黒マテとか北根君とか言われていい。この当時のガイアンツが一番。そうそう、アミスタだよ。権利取れなかった時代のアミスタだよ。そして92年、あのプリティが戻ってくる。ミスター出せ。物金の
松井秀喜ですよね。見た目と皮膚とかのゴジラって言いますよね。そこまでゴジラじゃないですね。高校時代5打席連続軽蔑をですね。いや軽蔑ね、精神的にいじめじゃないですか。やっぱり松井っていうのはすごいバッターでしたよね。とにかく休まなかったですから。なるほど、タグなんだ。最後はちょっとメジャーでね、持病のニキビが悪化して休んだりして、なんとかならなかったですよ。それだけ休まなかったですよ。それだったらなんとか出られるでしょう。このぐらいからファーストードっていう制度が始まりました。 FA って呼ぶとゴルフみたいになっちゃいませんか。で、入団してきたのが落合福士の父、そして信子の旦那博士です。福士と信子入れてもらっていいだろ。その後に入ってきたのがね、やっぱり清原ですよね。ただちょっと肉体改造しすぎちゃってね、漫画の筋肉マンに出てくる筋肉マンみたいな、そんなんじゃないですか。気の利いたことにないんだったらいいんですよ。でもやっぱりトンボっていう曲を聴くと清原を思い出しますよね。セドですよ、セドセドって。いや、フルトにやられたんですよ、ヤクルトの